幸福っていうことを政治家が定義して考えてくれたら、それはすごくいい政治につながるんじゃないかと思ったんですね。ちょっと幸福とか何か難しいですね。難しいね。一番難しいでも。暗い幸福景しか見えなくて、幸福の風景みたいなのが何にも思い描けないな。それ感情的にはよくわかるけど、それは問題解決にならない。言わないけどそうしてるのか。俺はそれも罪だと思うわけ。嫌なのよそういう政治は。見えないものを隠すだけの政治は。やれたのは具体的には憲法解釈の変更。これ。あ、本当にしてない。他の仕事一切してないんですよ。あ、そう。何もしてないです。だから幸福に近づくっていうことは、諦めようと思ったことは100万回ぐらいあるよね。だって分かんないからね。こんなバカな人がやってはいけないみたいなの100万回思ってるからね。地獄のような苦労が待ってると思う。全く思わず。だってこんな本読んだね。これ全部読んだ。うわっ。いっぱい読んで頭腫れちしそうになった。よいしょ。大事なことは見えることだし、あ、こっちへ向かえばいいのか。すごい分かりました。だから解決っていうのは全部全てが綺麗になることではなくて、その問題点が見えることが、うん、もうある意味の解決。そう、和田さんが救われたと言ってくれたその言葉に僕は救われてるわけで、うん、